ちは。本日はリニューアルしましたこちらのエレガンスのジュレアイズをご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介する色はこちらの1番のピンクのお色味で、とても肌なじみのいいピンクのお色になっております。こちらのお色をアイホールに入れていただきまして、でこちらの8番のレッドも目尻の方に入れていただくお色でちょっと紹介させていただきたいと思います。こういった感じのお色になっております。とても肌なじみのいいお色になっております。こちらが8番のレッドのお色になっております。とてもパキッとしているレッドになるので、とてもポイントのメイクにとても最適です。別品店ではこちらの8番が予約当時から一番人気でした。では塗っていきます。こういった感じにアイホール全体に広く塗っていきます。こういったお色になっております。とても目元がパキッと明るく、くすみも飛ばしてくれます。続いてレッドの方を目尻側にポンポンポンと乗せていきます。少しずつ量を調節するのがおすすめです。感じにポンポンポンと乗せていきます。こういったお色味になっております。もう少し濃いめのメイクがお好きな方でしたら、また量を足して少しずつ乗せていきます。ポンと乗せていただくと、より密着力が高くなってよりにくくなります。完成です。とても春らしいメイクになりました。